国宝金沢文庫文書データベースは、東京大学資料編纂所との連携事業により、この度リニューアルいたしました。金沢文庫文書は、鎌倉時代の歴史、宗教、文化を知る上で、大変重要な中世資料群です。特に鎌倉時代の後半期における貴重な一次資料として研究に活用されています。それでは国宝金沢文庫文書データベースの使い方を見てみましょう。北条義時の夜叉語である貞明で検索をしてみます。こちらは金沢貞明から寛延御坊に宛てた書状です。こちらにうっすらと鏡文字が見えますね。この鏡文字は中世の紙の利用方法と密接に関わっています。中世紙は大変貴重だったので、自分のところに来た手紙をストックしておきます。そしてその裏側の白い部分を日記や書物を写したりするための料紙として使用しました。使用する前には内紙加工という加工を施します。ストックしておいた紙を数枚取り、水分を含ませます。次に上から強い圧をかけ叩きます。そうすることで紙の表面を平滑にします。この加工によって文書の互いの文字が移り合い、墨絵文書が生まれます。コントラスト比を上げてみましょう。先日という文字が見えていますね。白黒斑点で見える機能もあります。この墨絵文書の原本を見てみましょう。ページ下の付加情報を見てみます。金文番号102とあります。検索画面で金文番号102と入力します。こちらは金沢貞明書状です。源氏物語の貸し借りに関する内容になります。書物の管理を行う正明寺健名に宛てたものです。北条時村から源氏物語の貸し出しを依頼された貞明は、一族にあたる南殿からその本を取り寄せます。本文書において貞明は貸し出しにあたり、不在にする健名の代わりに寛延御坊に対して届いた本を使者に託すよう依頼をしています。先日明仁御坊に食し、南殿の御方、源氏書十条、申しいらしめ総来期、しかるに明仁御坊、御多行総楼下の間、御辺に参らせ総楼、返し参らしめたもうべく総楼や、下の次の十条、この使いに伏し、申しいらしむべき、のよし、おぼしたまわり候。同じく、疲労候らわば、本意に候なり。京京金言。この文書が先ほどの文書に移り合うことで、墨絵が生まれました。この二通の文書が近い時期に作成されていたことが伺えます。国宝金沢文庫文書の中には、中世の随筆であるズレズレ草の著者、兼好の書状もございます。兼好と検索します。こちらは、浦部の金吉書状掛け紙です。画像を回転します。こちらは、兼好が称名寺長老に宛てた手紙を積んだ掛け紙です。現代の封筒にあたるものです。新城称名寺寺社と宛先が書かれており、浦部の金吉上司と差し出しが書かれています。この文書などから、兼好法師が若かりし頃、金沢北条氏に仕え、京都と鎌倉を往復する使者の役割を果たしていたことなどが、近年の研究成果により分かってきました。こちらから東京大学資料編纂所のデータベースに相互リンクしています。データベースをご活用いただき、中世鎌倉人の生の声に触れてみてください。